はい、どうも皆さんこんばんは。バトルフィールド1、ボービジョン実況していきたいと思います。さあ今日実況する、プレイヤーは MOAIKEN、 あ、モアイケン。はい、さあ私実況者モアイケンということでね、至ってこの普通プレイヤーモアイケンを実況していきたいと思います。はい、早速やられていく。まずこの皆さんに分かりやすく説明しよう。ウォービジョン、鳩戦争。さあ鳩といえば戦争時代伝承バトに使われていた連絡通信集団である。はい、その鳩をめぐってメッセージを書いて陣営の本営に、陣営の本営、本部と言っとこう本部にメッセージを鳩を使って送り込み、それを3本選手したチームの勝ちという状況。 OK、 一気で。さあここでね、見て分かる通りに今この鉛筆のマークが出てるんだが、メッセージを書いている状況。よく当てた。しかしね、ここでなんでスナイパーやってるのって思うかもしれないけど、このボービジョンは非常に敵の、位置を把握することが非常に重要、そういうルールになってるよ。でなおかつこれはキル重視じゃない、キル重視じゃない、鳩を3つ飛ばす、これが非常に重要になってくる。なので味方のコミュニケーション、統率力、連携力、そういうものが非常に重要になってくるルールである。なのであえてここは砂を使ってフレアを使うと。やっぱり敵に1人2人ね、偵察兵はいないと厳しい、それは私も身をもって分かっている。で敵を殺せなくてもフレアをしっかり打ち込んでいるだけでかなり戦況変わっていくよ。さあ今変わらず、状況は変わらず0対0のままで、上の画面上見て分かる通り 2.34、 2分34、これは残り時間ではなく経過時間。どういうこと？言ってしまえばこのルールに終わりはないということ。そう、鳩を3つ送ることができなければ1日だろうが3日だろうがずっとやり続けないといけない、はい、でこの鳩、今送った状況で鳩を殺すと敵のメッセージを止めることができる。さあこのメッセージに成功したチームは本営から大砲、右下見て大砲、Wi-Fi じゃないよ、大砲が撃たれて、敵を掃討してくれるという状況。さあ敵は1ポイント取ってるから今0対1の状況。さあここから実況していきましょう。さあ鳩が出てきたぞ。さあモアイケン鳩の近くにいるが、味方の上がり具合を確認して、とりあえずいないと確認して敵を見過ごして建物に入る。さあ建物の2階部分を取りたいところ。さあ2階部分は取ったが、敵が近くにいるが、ここはあえて撃たずにフレア。おっと、焼夷グレネードを若干ミスる。おっと、ライフル一発当てられるね。おそらく左の建物にいる。さあそこにフレアをやっていく。1、2、2人いる状況。いや、3人になってるな。さあヘッドは狙えない。さあヘッドは入らないぞ。3人いる状況。一発当てるが殺しきれない。さあこの鳩をガン無視して看護兵と1対1のやり取り。さあこれも魅力的なルールだ。しびれを切らしたモアイケン、やはりやられる。さあ状況は変わって敵が鳩を確保。
約160m。さあ味方と固まっていきたいところですね。ここはしかしスナイパーだからロングをしっかり取って敵の前進を止めたい。さあ緊張感のある状態、だいぶ近づいてきたの。さあフレアを必ずいつ、鳩が殺しきれない。さあこれで0対2、まさかのストレート負けか。うん、よく当てた。さあ敵が1、2、3、4、5、6、7人いるぞ。さあ距離を詰められて、さあ鳩は近い、鳩は近い、自分のチームからかなり近いぞ。これは取れそうだが敵も若干いる、いた。さあこのクソエムで外していく。しかし味方がやってくれてる。さあ下にもいるぞ、下にもいるぞ。殺せるか。 OK、 ヘッドショット一発入れていく。さあもう一匹いる。さあやっていく。手前に、手前にいた。敵の連携が非常にいいね。突っ込むやつ引くやつというね、味方も悪くはないんだが、モアイ剣あなたがあまり活躍してない。さあこのロングを取って敵味方の鳩の取り合いの状況になってるな。さあここは偵察兵でしっかり援護しておきたいところ。さあこれ味方鳩を確保したぞ。敵は右側に1、2、3、しかし分隊リースを考えればかなりの数が来る。さあ1人やっていく。そろそろフレアが切れるか。切れた。フレア撃ってあげたい。分かっている。足音を確認して銃剣突撃。さあまた1、2、3、4人来るぞ。さあここでしっかり当てていきたいところ。2人に当てていく。1人抜けたな、1人抜けたのをやらないと。 OK、 さあここをやっていく。さあ味方これで1ポイント先取、1対2の状況。まだ8分。おっと後ろから撃たれてるな。まだ残党がいるか。うん、ここは前進した方が突策だろう。さあ敵が鳩を確保。この1羽を取られると負けが確定するぞ。さあここでスナイパーの動きはどうすればいいか。お、鳩を確保、離したね。おっと目の前から来るが、来るがどうなる。味方が3回ジャンプしていい連携だ。さあこのロングにいる。一発当ててくる、一発当ててくる。殺しきれない。さあ全身を止めるために焼夷グレネード。さあおかげで味方がしっかりと鳩を確保できた。さあ今メッセージ書いてる途中。さあここで鳩を喪失、確保。さあ2階を取って建物から撃っていくスタイルに変える。お、スナイパーの強ポジいるね、いるね。確実に当てていきたいとこ。おっと、しかし警戒兵、これは少し考えないといけないぞ。しかしここで張ってるだけでもだいぶ状況は変わってくるぞ。うん、だいぶ抑え込んだ。さあ味方が若干遠いところに移動して約 80%。 しかしエイムがひどい。ただ味方が下で2キル。さあしびれを切らして味方の方に行く。しかしこのロングを抑える、これも一つの戦法。足音確認、いますね。1人おそらく突撃兵、近距離は勝てないぞ。一発当てないと。当てていく、素晴らしい。さあまたいないか。
さあ、これでメッセージを届けて2対2の状況。残りお互い1羽を確保して飛ばせば勝利になる。あと1羽の到達成功で勝利。さあ、鳩がどこに出るかがかなり重要になってくる。さあ、これは非常に見にくい場所に敵がいるね。これは諦めた方がいいだろう。さあ、鳩はすぐ目の前にいるぞ。もう一件チャンス。おっと、横からバックボア、トレンチガン。しかし味方が鳩を確保、メッセージを書き込み中。さあ、いいとこでリスが取れて建物を制圧。さあ、フレアをしっかり。 OK、 まだいるぞ、まだいるぞ、手前にいるぞ。おっと、フレさあ、ここでモアイケンが取った約 50%、 残り 50%、 このまま持っていれば絵になるぞ、絵になるぞ。モテるのか、女にはモテなくても鳩はモテるのか。モアイケン、さあ、ジャンプをして挑発か。これは、これは挑発する余裕がある。さあ、建物はかなり味方が制圧してくれてるぞ。さあ、下から来る、ツインワンいける。おっと、味方に全部やられる惜しかった。さあ、いけるぞ。こっちに移動して正解か、正解か。自ら撃っていくが外れる、約 70%。 横から、さあ、ここで敵が鳩を確保。しかしまだ時間はあるぞ。さあ、敵が鳩を離して、さあ、ここが面白いところ。そうだね、フレアはしっかり耐えていった方がいい。さあ、裏をついて建物から出られない状況。さあ、メッセージはもう書き終わってるぞ。建物から出れば勝利になるが、建物から出るか、味方出ろ。肉壁になる。さあ、肉壁になって鳩を放った。どうなった、鳩を放した、殺されなければ勝ち。いけるのか、いけるのか。メッセージ送付完了。味方の伝書箱が、伝書バトがメッセージを届けた。12分33秒の攻防だった。キルはそんなにできなかったけど、重要なことはただ一つ、勝利のみ。3対2で勝利。はい、ということでね、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます。本日はモアイケンがモアイケンを実況したトップ分隊にも入れるローピジョンで、ぜひみんなもやってみよう。ありがとう。最後まで見ていただきありがとうございます。ツイッターもやってます。よろしかったら登録・高評価お願いします。